ジュリアン・ラクリンは、リトアニア・ビリニュス出身のバイオリン奏者及び、ビオラ奏者。ユダヤ系である。1978年に両親に連れられ、オーストリアに移住。1983年に、ウィーン音楽院に入学するが、ロシアゆかりのバイオリン教育を、ポリスクシュニールから受ける傍ら、ピンカス・ズーカーマンからも、個人指導を受ける。早くも1984年に振動として、 最初の公開演奏を開始。1988年には、ユーロビジョン、ヤング・ミュージシャンズ・グランプリの称号を得て、ロリン・マゼール式ベルリンフィル・ハーモニー管弦楽団と、リッカルド・ムーティ式ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団と、それぞれ共演した最年少ソリストとなった。欧米で活動を繰り広げていく中で、ウラジメール・アシュケナージア、ベルナルト・ハイ・ティンク、ジェームズ・レバイン、 ズービン・メータ、アンドレ・プレビン等の指揮者とも共演した。2005年には、マゼール式ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団により、カーネギーホールでのデビューも果たした。競争曲のソリストとして活躍するだけでなく、マルタ・アルゲリッチや、ナターリア・アグートマン、ギドン・クレーメル、ムスティスラフ・ロストロ・ポービチらの巨匠と共演して、室内楽を演奏しており、2000年には、ユーリ・バシュメトと組んで、 クシシュトフペンデレツキの60奏曲を初演した。同年ルブロブニクにおいて音楽祭ジュリアン・ラクリンと仲間たちを立ち上げた。2000年からはビオラ奏者としても室内楽や競奏曲を演奏している。ラクリンの録音のうちブラームス、サンサーンス、チャイコフスキー、シベリウスのバイオリン競奏曲やショスタコービチのビオラソナタは評論家から絶賛された。 2000年には、シエーナのキジアーナ音楽院から国際賞を授与された。ジュゼッペグ・アルネリが1741年に作ったエクスカロダスをオーストリア国立銀行より対応されて演奏に用いている。片当ては、ボンミューザカ社のボンミューザカを使用している。日本との関係では、2011年4月、福島第一原子力発電所の事故による、 放射能への不安を理由に宮崎県で開催の第16回宮崎国際音楽祭を急遽辞退した。代わりに市のズーカーマンが日本を元気づけたいと出演を承諾した。ありがとうございます。